全体どっちもね、まだ少し色が不足ですね。よくできてるけど、もうちょっとやっぱりこれから先色を乗せた方がいい。どっちもうまいです。それだけですね。このね、こういう石がですね、全体が丸いですね。だからこれをですね、丸い、もうちょっとなんかその特徴を捉えてね、ほとんど丸に近いですね。これを例えばここをこういうのやればですね、なんか少し変えてやったら丸いと安定しないもんですからね。この下の方も、まあ、多少ここをまたこっちを増やすとかね、してそれが見ていて安定しているようにね、この明るさをもっとこっちまで持っていくとかね、そういうふうにして、今これがね、なんかこっちこう転がりそうな、まあ、そういうちょっとイメージがあるから、ね、そういうことを書くときは少し気を使ったということになります。でこれが結構濃いから重たくなってるからね。ちょっともう一つは手前の方にもっと強いものを置いてくるということですね。色合いとか色の濃さとかね、まあ、今田さんはそういうふうにやってますけど、ここに同じようなものがこういうふうになってますね。これもそうなってたかもしれないけど、こういうような同じものが並ぶのは下げたと。これはやっぱり下げたほうがいいですね、現実から。まあ、こちらもね、ここにこう見えてるところが見そうなんですね、この下がね。この辺がもうちょっとやっぱり見えるように描いてみて、まあ、あとはここの深みをもっと奥を出すとかっていうのは、まあ、全体に色が不足してるから、これをもっと描き込むといい絵になると思います。どっちもね、これもなかなかいい絵です。